オリジナル武将で天下統一を目指すアッキーミロです。はい、続きやっていきます。前回は、古老館を落とし、 あと前回の最後の方で言い損ねたんですけど、盲信港も落とし、で巨匠のすぐ近くに厨房城塞も建てました。で今回は引き続き序南と陳留を攻めていきたいと思います。まあ、前回ちょっとかなり時間かかりすぎちゃったんで、戦争の途中でやめちゃったんで、まあ今回はいきなり戦争から始める形になります。まあ、とりあえずちょっと他の都市の支持を終えてきたら戦争を再開したいと思います。はい、すべての支持を終えてきました。では戦争の続き見ていきましょう。上の陳留には呂布が入ったんでね、部隊として出てきたら怖いですね。お、炎将軍、お、国将軍、突進の二連ちゃん、飛車、そして電報に、誰一人投与するとは言われてないんですけど、めっちゃ投与送りました。真の男は肉に使えるものだ。いやー、ソジュさんもだいぶ大変だったですからね、電報さんも相当苦労しそうです。陳留は出てきませんね、でも下のジョナンは出てきてますね。いやー、ロフの正社怖いっすね、討ち死にする可能性があるんでね。わあ、主事もなんか連動打ってきてるし。お、粉塵粉塵、いいねー。陳留の方はまあそんなに大変じゃないかもしれないですね。舞台を出してきてない時点で結構余裕な気がする。ただ、やっぱり向こうが防衛してるせいか、すごい兵法が多いですね、向こうの方が。あ、在野にいた新義さん、仲間入りです。はい、ではちょっと状況を見てみましょうか。まあ、陳留はさっき見てた通り特に何も兵出してきてないんで特に見ることはないですね。問題はジョナンの方ですね。ジョナン部隊出てきてますね。何が何だかよくわかんないですけど3部隊出してき、あ、2部隊か。流砲隊と主事隊を出してきてるみたいですね。まあ部隊用の奴らに倒させましょう。はい、すべての指示を終えてきました。一応今回救援で孫権隊に送ったのと、長決隊に送りました。まあ、他は新しい部隊など特に出していません。続き見ていきましょう。ああ、ジョナンから新しい流砲隊出てきましたね。で、相変わらず陳留の方は籠城決め込んでますね。お、いいね、国将隊、記者だ突破だ、連射だ、連動だ、少子、はい、カラー投与です。誰もいいと言われてないんで無理です。いや、いいね、今回は国将軍がめっちゃ兵法出しまくってますよ。記者だ、あ、これ炎将軍か。正射だ、両方怖い。いやー、でもいい感じ、いい感じ。とにかく陳留から舞台出てきてないのがありがたい。両方を生かせてませんね、炎将軍。軍人だー。いげいげ、なんかどっかを殲滅するような音が聞こえたけど。奏者だ、粉塵だ。いやー、これ炎将軍か。炎将軍もたまに飛車してくるんで怖いですね。はい。孫権軍部隊倒したのでちょっと帰っちゃってるみたいなんで、改めて命令をジョナンに変えたいと思います。あとは大丈夫かな？陳留ももうあと1万ちょっと。まあ援軍が若干来てますけど、まあまあ、って感じですね。これは義援隊をちょっと向かわせましょう。退治だ。はい、あとはそのままで大丈夫かな。特に兵もそんなに減ってるようには見えないな。はい、では他の都市の支持を終えたら再開していきたいと思います。はい、すべての支持を終えたので続き見ていきましょう。うまくいけばこのターンで陳留は落とせる気がしますね。いけいけー。はい、電報は相変わらずダメって言われてます。義援、敵部隊を止めてくれ。入れさせるな、粉塵だ、粉塵をするんだ。おー、流砲でも芝居がそれをカンパー、素晴らしい。いいね、三軒。混乱炸裂。ジョナンが混乱しました。もったいない言葉。この身が役に立つのでしたら、どうぞお使いくだされ。
フォローにしてたやつ仲間の入りです。名前何だったかな。やばい、超決済が撤退してってる。思ったより減ってた。やっぱ緑の戦車が効いてたんですね。あかんな。やばい、これ賃料落とせないぞ。はい、電報返してって話ね。いやです。はい、ちょっと超決済が兵不足で帰っていっちゃってるんで、救援送った上で再度攻めさせようと思います。まず救援してからの方がいいか。救援成功しなかったら意味ないですからね、命令しても。はい、最適、素晴らしい素晴らしい。はい、素晴らしい。9000も送れば十分でしょう。自主退却不可。攻めろー、攻め抜けー。ちょっと加工園の方も一回だけ救援しておきましょうか。はい、で、ジョナンの方ですが、こっちは敵部隊全部片付けたか。長江、国将、孫権しかいないですね。よし。むしろジョナンの方が順調に落とせそうです。まだ孫権7500あるし、国将は3万あるし、長江もまだ1万6000ある。あー、でも超人隊がやられて帰ってきちゃってますね。これは誰か捕まってるか。孫将校が捕まってる。あ、違う逆か。創生が捕まってますね。あ、もう一人いたやつ投用されちゃったみたいですね。今選択ができなかったので、まあまあいいや。まあ他に捕まってるやついないなら OKOK。 じゃあちょっと孫権隊にも少し救援出しておきましょうか。オッケー。まあ、もう一回ぐらい出しとくか。またもうゴリ押しでいけそうな気がします。はい、すべての指示を終えたので、続き見ていきましょう。このターンで、ジョナンは落とせるかな。陳竜は若干援軍が入っちゃったんでね。落としきれないかもしれないです。少子、黒するでない、黒するでない、少子。今言うこと、右ぶりの、右ぶりの、黒するでない、黒するでない、少子。はい、今回のターンも誰一人いいとは言われてません。よし、超決隊が、へえ、1万まで復活しましたね。お、いいね、陳頭だったかな。飛車を習得しました。連動だ、いいね、走車だ、いいね。いやー、高孫光が正車を覚えました。やっぱ緑の正車は怖い。皆の者連射よ。いいね、セッシーも戻ってきたしね、一回裏切ったけど。正射だー。みんないいね。兵法出しまくりじゃん。あ、でも両夫が防御してる。やっぱ両夫勝てーわー。おしり、飛車だー。続き飛車だー。いいねー。ちょっと、陳竜も、序談も両方落としきれませんでしたね。そして探索に出してたやつが、なんだこれ、長外って読むの違うかな。とりあえず武将発見しました。おー、政治がめっちゃすごいじゃないですか。91もある。ダメでしょうけど、東洋。はい、断られました。もう東洋ラッシュ仕掛けます。はい、東洋ラッシュ仕掛けようと思ったんですけど、いません。多分、馬頭の陣に行っちゃったと思います。はい、すべての指示を終えました。おそらくこのターンで、陳竜もジョナンも両方落とせると思います。おー、孫策軍の捕虜となっていた文、なんだこれ、文なんとかが死亡しました。さて、このターンで2つ同時に落とせるでしょう。参りました。国将様の役に立てるよう励みまする。電報来ました。いやー、炎章の優秀な武将もだんだんこっちになってきてますからね。いやー、これは炎章軍ももう相手にならないんじゃないか。うん、技が出ないな。向こうの技が今回はめっちゃ出てますね。お、なんか右下に援軍が見える。お、国将軍がジョナンを陥落させました。パチ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 。まずはジョナンを落としました。さーて、陳竜ももう、お、走者が出たから、えい、国将軍が陳竜を陥落させました。パチ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 。ふう。見事に同じターンに倒せましたね。はい、見事ジョナンと陳竜ゲットできました。ちょっと捕虜を見てみましょうか。はい、それなりにいますね。お、劉備がいる。
劉備と劉邦、いいね。ついに三国志のね、劉備、曹操、孫権という中で、もう孫権はいるんで、劉備もゲットできれば、あとは曹操だけですよ。まあ、ただ曹操は馬頭軍に確かいたはずなんで、うん、まあ、登用できるとしても、そんなに早い話ではないですね。まあ、淳育もいますね。いや、いいな。淳育、知力も政治も優秀ですからね。で、さっき見つけた長期か。こいつは長期ってやつも現れましたね。これは東洋ラッシュ仕掛けます。あと周りもちょっと見ていきましょうか。あ、幕陽が3万になってますね。勝敗は1万。自身は0。やる気ねえな。で、その下の露光が9万と約10万近く。で、あ、効果は3000。これは孫策がいけるか？ちょっと2000いくつだから心もとないですけど、後ろからちょっと来てたり、ああしますね。違う、これ撤退してんだ。ちょっと効果落とせるかどうか微妙ですけど、孫策軍頑張ってます。あと蔡宗孫策軍が落としてる。いつの間に孫策軍が取ったってことは、我が国将軍蔡宗を取るのを遠のきましたね。って感じですかね。周りはそうだなあ。まあ、主に、この右に進んでいくんだったら、強敵なのは露光ですね。まあ、おそらく樹春とか攻めようとしたら、露光からすごい援軍が来る気はします。まあ、それ以外は大したことないかな。ちょっとここはスピード勝負で、他の都市の指示を終えたら、序談から、もう樹春に兵を出してみようと思います。で、その時に向こうがどれぐらいの速度で近づいてくるか、ちょっと見てみたいと思います。はい、ジョナンと厨房城塞以外の指示を終えてきました。ちょっとすぐ樹春に出撃しようと思ったんですけど、士気があまりにも低すぎるので、ちょっと厨房城塞から兵を出したいと思います。まあ、おそらく途中で出してくるとは思うんで、歩兵部隊にしておきま、あ、騎兵にしておきます。はい、騎兵部隊、超人隊出しました。で、残りの兵はちょっともう、ジョナンと陳留に輸送していきたいと思います。陳留も一応負傷兵がいるので、もう少し増えるんですけど、ちょっと数が少なくなってきているので、両方に輸送していきたいと思います。ジョナンですね。ジョナンからは、いや、一応訓練だけ先にするか、あまりにも士気が低すぎるんで、そうですね。一応、出撃とは別に、城塞を作ってしまおうと思っています。まあ、僕の読みでは、露光から兵が出てきて、おそらく間に合わず、城が立っちゃうと思うんで、まあでもその間もしもこっちが間に合うんだったら、さっき出した超人隊が入ってくれると。でもダメだった場合、すぐ城塞近くに立てといてそこに戻れるようにっていう感じです。なので、どれだったっけ、城塞を作る能力は、これ造営のこれか。造営を持ってない人たちで訓練しましょう。こんな感じかな。はい、74まで上がりましたね。まあまだ心もとないですけど、まあ陣を作るだけならいいでしょう。よいしょ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 。45,000城塞、よし、ここに作ります。はい、あとはちょっと東洋を取れる人いないか見てみて、ターン進行していきたいと思います。はい、すべての指示を得たので、樹春への攻めといいますか、様子見をしていきたいと思います。はい、長院さん仲間入りですね。劉備は誰一人 OK と言われてません。はい、淳育さんも硬かったです。ウィグビルダーウィグビルダー、あ、ホートが造営を覚えま、あ、習得しました。もうしばらく、もうしばらく。わかりました。私でお役に立てるのでしたら、お使いさせていただきましょう。在野にいた長期さん、仲間入りです。まあ、ダメって言われてたんですけどね、二人目で来てくれましたね。国長さんは、炎章館に下が訪れました。ほう。誰を返してほしいんだって？純育？
それは勘弁ですね。純子は絶対登用する。はい、探索に出していた武将が皇帝という武将を発見しました。はい、ダメ元で登用です。皇帝殿、秀吉の力を我が主君にお貸しいただけるか。思うところあって、ほんと来てくんねえな。はい、そして呪春、兵は輸送されてこなかったんですけど、わずかに徴兵されましたね。925。そんなんで止められると思ってんのか。まあいいや、とりあえずちょっと他の都市の指示を得てきたらまた見ていきたいと思います。はい、すべての指示を得たので呪春への進行見ていきましょう。本当に何も出してこないのかな。お、純育来てくれました。今のところ周りから来る気配ないな。少子、歯向かった者に対し過分の言葉、これから心を入れ替えます。劉備仲間入りです。来たぜ。劉邦も来ました。伝与は全然ダメでしたね。思うところあって、もうしばらく。あー、よかった、全員ダメって言われてたんですけど皇帝さん来ました。願ってもない申しです。共に参るとしましょう。ちょっとね、在野で芝居さんがどこどこにいますよって言ってくれてる武将もちょびちょびちょっと見つけ始めようと思ってるんで、在野も増えてくると思います。はい、今のところまだ露光から出してくる気配はありません。上にある勝敗からも来てなければ、可否の城からも来てません。で、今気づいたんですけど、効果孫作軍に落とされたみたいですね。何気に孫作軍が蔡宗と効果を取ったので、ちょっと炎章軍に対抗し始めてますね。まあただこっから先となるとね、露光なんで孫作軍がこの10万近い兵を倒すのはかなり難しそうですね。まあこっちが呪春攻めてる時にこう露光から援軍を送ってくるかなと思ってたんですけどね、意外に来ないな。呉の方は6万9000、1万、まあやっぱり孫作軍はこの2つが結構壁になりそうですね。まあとりあえず孫作軍は置いといて、ちょっと自分の陣地の指示を終えたら再び呪春の戦い見ていきたいと思います。はい、全ての指示が終わったので呪春攻略戦見ていきましょう。まあ攻略ってほどじゃないですけどね、本当に向こうが925でいる限り、あー、出してきた、もう間に合わねえだろう。はい、伝与仲間入りです。これで捕虜全員仲間になりました。炎鬼と炎章、まあ炎章の息子以外ってことですね、は全員仲間になりました。いやー、もう間に合わねえだろう。てーてでー、国将軍が呪春を陥落させました。パチ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 。いやー、1パートで3個の都市奪えたな。そしてすぐ下に来てるのって炎章本人じゃん。いやいやいや、お前ちょっと自殺しに来てるのか。まあ結果的にこっちが先に城落としちゃったからいいものの。はい、探索に出してた人が新しい人見つけました。楊州かなという武将を発見しました。まあダメ元でね、また問い仕掛けてみましょう。一応知力と精神高いんでいいですね。楊州殿、貴殿の力を我が主君にお貸しいただけるか。今しかもダメダメだ本当に。お、呪春の港が国将軍に降伏しました。あー、正社か。いや、さっき仲間になったやつですね。忠誠あげる前に行かしちゃうと怖いんで行かせません。造営か、誰か覚える。そうだな、曹光さん、行ってらっしゃい。あ、国将様、検定の勅使が参りました。さらに出世しちゃったか。国将よ、そなたに功の位を授ける。これからも官のために力を尽くせよ。はは、えい、務めましょう。国将が功に任命されました。国将軍の威勢が高まりました。国将への配下部署の期待が高まりました。はい、音楽が重々しく変わりました。ドゥーンドゥーンってそうか、もう完全にこれ国将軍炎将軍上回ったんじゃないでしょうか。確か炎将は大将軍で止まってましたし、
そうだな、そろそろ着衣も整理しますか。なんか結構駆け足で今どんどん進んでるんで、ちょっといろいろ一回整理しますね。ちょっと武将もなんかいろいろ増えてきたものの、とりあえずなんか最前線にどんどん人を置いてるだけですけど、ちょっと後方もね、いろいろ固めていきたいので、そうですね、最近ずっと飛ばしちゃってた、全然画面に出すことなかったんで、一応見ていきますと、ナンバーはもう全部内戦終わってて、で、雲南も全部終わってます。で、県内はまだ若干耐久が残ってますね。まあ、あと式もですけど。で、攻守は全然手つけてないですね。民心が1000になったところで止まってます。で、霊僚は、民心、いや違うな、耐久以外全部終わってる感じですね。で、武僚は全部終わってます。で、調査今やってる途中ですね。残り収益と耐久が残ってます。で、攻守は全部終わってます。生徒は耐久と式以外終わってます。で、なんだっけ、これ、軽道だっけ？指導だ、全然違う。 はい、指導は耐久以外終わってます。冠中は、まあ、式以外は全部終わってます。まあ、式は、まあ、いっか。とりあえず、ほぼ終わってます。で、天水は収益以外が終わってる形です。で、今日はまだ全然ですね。もう、落としたっきり、完全放置に仕掛かったんで、これからちょっと上げていく形になります。で、長安は式以外全部終わっています。で、深夜も全部終わっています。で、燕は絶賛今いろいろ上げてる最中ですね。洛陽はあと収益と民心かだけですね。まあ、城南、あ、巨匠も全部終わってます。で、城南は今手に入れたばっかなんでまだ全然で、で、賃料も手に入れたばっかで全然です。まあ、受信も同じくですね。といった感じで、まあ、さりげなくね、戦争しながらも内政結構進められてきてるので、まあ、正直金と米に困ることはもうほぼないだろうと思ってます。まあ、なので、柴井さんがね、ちょっとどこどこに武将がいますって言ってるのを探索で探すために、ちょっといろいろなところに政治がある程度高い人も送って全部見つけていきたいと思います。それとは別に前線に強い武将を固めていきたいと思います。なんで爵位も一緒に整理します。はい、まず爵位なんですが、いつもはだいたい区位任命でお任せでやっちゃうんですけど、ちょっと今回は能力とかじゃなくて、やっぱ序盤からね、どれだけ我が軍のために尽くしてくれたかっていうところで、ちょっと挙げることにしました。で、まず今一番兵士を持っているのがこの4万5千で、4枠しかない形なんですけど、この4人はもう義円、長傑、助演、松煙君にしました。義円はもう本当に最初の頃から活躍してくれて、しかも裏切らない。本当は裏切りの相が出てるって諸葛亮に言われてるキャラですけど、まあ幸い国将軍にはすごい尽くしてくれてるんでね、秋見の軍の時からもうこれは差し上げるという形です。趙傑や助演、松煙君の3人もオリジナル武将としてね、こう出てきてくれてからもうずっと前線で頑張って戦ってくれてるので、この4人に一番最高の爵位をあげたいと思います。はい、で、次は知力と政治が上がる、まあ、文官系ですね。文官系の今一番偉いのが4つ、こちらの枠も決めていきたいと思います。まあ、まずこの尚書令は柴井さんです。まあ、軍師になってからもう常に大活躍してくれてるんでね。で、他はちょっと悩むので、決まったらまた再開します。はい、この4名にすることにしました。まあ、柴井さんはさっき言った通りで、荀攸はですね、まあ、表ではあんまり活躍してるように見えなかったと思うんですけど、内政や登用においてかなりの活躍をしてくれていたので入れました。で、方頭さんは、まあ、割と最近入った方なんですけど、方頭さんはね、すでにもう戦争においてもちょっと看破したりとかもそうなんで、東洋でも活躍してくれてて、かなり優秀な働きをしてくれてるので入れました。で、貞春はちょっと能力的には見劣りするんですけど、まあ、前半からね、
こうちょっと軍師として少し活躍してくれたり、あと内政強化にもちょっと尽力してくれたりしてたので、まあ、ちょっとねお情けなわけじゃないですけど入れておきました。実行。はい、次は兵を4万持てるところですね。ここはそうですね、まあまあまあ能力がありながらも尽くしてくれた人たちを置いていきたいですね。やっぱ人も増えてきたんで尽くしてるだけだと困っちゃうところもあるんでね、能力もちょっと多少は絡みます。はい、4万の枠は2人にしました。3人目の武将として大活躍してくれてる角髄さんと花公園です。まあ、角髄さんはねもうほんと初めのパートの頃からすごい青蘭部隊としても役立ってくれてるんでつけてます。まあ統率も一応80あるんでね、一応部隊を指揮する上で80いってればまあまあいいかなと思ってつけました。あと花公園はねもう最近もう常にもう弓木の部隊で大活躍なんで、まあ、これからも活躍してほしいんで4万にしました。はい、あと4万1人いました。超人さんもね職を平定してからだいぶ活躍していただいてるので4万にしておきます。はい、あとはまあ大体感覚でいろいろちょっと変えてきました。まあ、長江さんも割と最近前線で活躍してくれてるのと、まあ、シューター裏切り者なんでね、ただまあ過去に活躍してくれたのも事実ではあるんでちょっと少なめですけどあげました。で、総人さんもちょっと活躍し始めたのと、加工トンはもう期待の新人ということで2万から、でセッシーも1回裏切ったとこからね始まってるんでまた2万から、まあ、あとはその他裏切り者、あとは期待という意味で 1万5000与えてます。まだ結構空白の尺やるんですけど、これからね活躍してったら上に上げたり、もしくは新しい仲間が入ったらっていう時に与えたいと思います。はい、厨房城塞がもう不要なので全ての兵を出して陳留に送りました。なのでここは撤去です。はい、陳留以外の指示を全て終えてきました。このターン陳留から出撃します。狙いはこの爆陽ではなく右の勝敗に攻め込みます。勝敗と可否の城は基本的にちょっと炎将軍の陣地から、まあ、この北ですね、今ちょっとカーソラしてるんですけど北の方から離れているので一回中原を全部もうかさらっちゃおうと思ってます。でその2つを取ったらこの北海の地もゲットしようと思ってます。まあそうすれば下の炎将軍と、まあ、今ちょっとカーソラしてるところですね、下の炎将軍と北の炎将軍で完全に分離するので、まあ、孫作軍もちょっと下の炎将軍とは戦いやすくなるんじゃないでしょうか。まあ、馬頭軍はね全然戦う気配ありませんけど孫作軍は頑張ってくれると思ってます。なので陳留から出撃したいと思います。はい、で狙うはなんですが、ちょっと迷ったんですけどいきなり勝敗狙うのもありなんですが、先にちょっとこのなんて呼ぶんだこれちょっと読み方わかんなくて今出撃しちゃったんですけど、北条ですね、北条のこの城塞ではないな、何なんだこれは、造営地かな、まあ、とりあえずここに向かうことにしました。この目の前のところを通る間に炎将軍がどう動いてくるか多分何もしてこないと思うんですけど、でここ取ったらもうすぐさまここで引き上げて青蘭部隊にして勝敗に攻めたいと思います。はい、さっきの義援隊とは別に、もういきなり青蘭で向かせる部隊も出そうと思います。これで相手がどう動くのかちょっと見たいと思います。ここの造営したところの陣を守るのか城を守るのか、まあどっちにしてももうこっちの勝利は揺らがないと思いますがはい、全ての指示を終えたので一応このターンも見ていきたいと思います。何かしてくるかな、まあ1644じゃ何もできないと思いますけどねやっぱり何もしてこないですね。こりゃあ、在野二大容疑さん仲間入りです。こりゃ炎将軍本当に、まあこの長安、洛陽、炎上の戦いから続けて古老館、陳留、序南との戦いでほぼ力を使い果たしたと思って良さそうですね全然兵を出してこない。まあ、ロコを動かそうとしても動かしたら動かしたで孫作軍に攻められるからあんまり動けないんでしょうね。いや、いい感じだわ炎将軍、秋見色の敵を打つ日は近いよ。
はい、すべての指示を終えたので戦争の続き見ていきましょう。とは言ってもこのターンではたどり着かないと思うんですけど、うん、やっぱ向こうは何もしてこないですね。あ、来た来た来た、164 かわいい舞台だなその援軍で守れると思ってんですかはい、すべての指示を終えてきたんですけど、一個だけちょっといつもと違うことなんですけど、あの捕虜にしてる炎章の息子である炎騎と炎章はもう解放しちゃおうと思います。こいつらは絶対投与多分できないと思うので、まあ毎回毎回なんか投与の捕虜のとこにいられても勘違いしてうざいので解放です。はい、文官、今回は許すとのことです。しかし我が軍の威勢を忘れてはなりませんぞ。今回は不覚を取ったまで次は負けぬ、炎章らしいな国将軍が炎章炎騎を追放しました。はい、では戦争の続き見ていきましょう。このターンで勝敗にたどり着くはずです。さあ、この主事体はどっちに向かってんのかな。勝敗か。はい、陣は落としました。さーて、上演隊戦闘開始です。電車よ、いいねガツンと減ったな。勝敗何もできず、あー、陽州さんに投与しかけてたの成功しました。国将さんは縁で探索中の長老が、なんて読むんだこれ、なんとかっていう武将を発見しました。かなんとか、まあダメ元で投与です。あ、寝ごってもない模試です。共に回るとしましょう。久々に来た一発目から押してくれたの。はい、さっき来てくれた武将カーンですね。能力的にはまあ政治と知力がまあまあって感じですね。はい、創建城塞にいた国将隊なんですが、士気をマックスにしたので出陣させました。目的地はこの麦城、あ、北条だ、北条の陣ですね。一応この後目的としているのは可否と北海なので、国将さんも前線に向かわせます。はい、すべての指示を得たので勝敗攻略戦見ていきます。まあこのターンでもう終わりますね。兵法が一発でも出ればもうとどめみたいなって言ってたら出ましたお、なんだ、進行か、無駄無駄。はい、917、はい、190、終わった。国将軍が勝敗を陥落させました。パチ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 、はい、これで4都市目お、定春が青蘭を習得しました。いいね。はい、勝敗を落としたことで新たな捕虜を2人捕まえました。大門と朱智です。まあこの2人も東洋で取っておきましょうか。能力的にはなんかそんなパッとしないですけどもったいないお言葉、好みが役に立つのでしたらどうぞお使いくだされ。朱智仲間入りです。首を離れるものと確保しておりました。幸福は望むところです。大門も仲間入りです。はい、この北条の陣以外は全て指示を終えてきました。で、可否の城を北海から輸送を受けて1万から2万になりましたが、構わず出撃します。今回は弓木の1部隊と青蘭1部隊でいきたいと思います。はい、まずは加工園隊の部隊が出てきたら倒す用の、加工園隊じゃない、もう超結隊ですね一応加工園がメインのつもりでしたけど、尺位的には超結の上です。で、残りは、国将隊の青蘭部隊です。で、兵は2万5000持っていきます。皆の者、我に続け、手柄欲しいままぞ。国将さんはね、常に前線で頑張ってもらわないと。はい、ということで戦争パート見ていきましょう。まあこのターンにはたどり着けないと思います。立通隊が一応出てきましたね。果たしてこの超決隊に勝てるかな。超決ここにあり、敵将どこにいる。ああ、敵将の突進だ。やるじゃん、2500結構痛いぞ。来たー、かっこいいの飛車ー、3085。はい、創建城塞はもう不要なので撤去しておきます。変に降伏されても困っちゃうんだよね。
はい、で孫策軍が盧溝にめっちゃ攻め入ってますね。どうしたんだ盧溝、10万あった兵はどこ行ってしまった？どっか別のところを攻めてるとかなのか、袁紹軍が。これとかですかね、袁紹軍、あ、これか。袁紹軍と孫策軍がもろに盧溝付近でぶつかってますね。いや、これはどうなるのかちょっと楽しみです。なんかこっちにも輸送送ってんの、いや違うな、こっから輸送送ってんのか。袁紹軍、俺と、てか国将軍と孫策軍に両方攻撃されてて大変だね。はい、すべての指示を得たので可否城の戦い見ていきましょう。もうこの立衛隊さえ倒しちゃえばって言ってたら、なんだと、馬頭軍が国将軍に宣戦布告しました。やべえ、馬頭軍に対する対策何もしてねえ。間違いなくこっからですよね。いや、そんなこと言ってる場合じゃない。どうしようどうしよう。今日なんて3000ちょっとしかないですからね。腕に覚えのあるものは前に出るがいい。この長月がいてよ。残念だったな。この率ある限り勝利はないぞ。やばいな。ちょっと今、炎症軍との一騎打ちの最中ですけど、頭の中は馬頭軍のことで今いっぱいです。俺は雑魚はどいてろーと思ったら1しか差がない。全然いい勝負だわ。頑張れ、長月。いいね。この程度の力ではこの超傑の相手ではないわ。やーべ、どっから来てんだ、ここか。めっちゃ来てる、怖すぎる。はい、物見より急報が入りました。天水にバトンが向かっているんです。敵は大軍です。野戦で太刀打ちできますまい。やばいです、天水1499しかないんですよ。マジかよ、いつの間にバトー軍とそんなこういう関係悪くなったんだ。ふわ、いきなりですよ。孫策とは信頼のままなんですけど、バトー軍がもう国将軍しか攻める場所がないから一気に不安になったのか。いやー、正直今、正直本当に炎症軍の相手で余裕余裕みたいな、すげー油断してたんですけど、まさか馬頭軍が来るとはな。馬頭軍何気にこの聖兵に9万で、こことかに今16万ぐらいあったんで、国は小さいといえど、もうこの近しいところの戦いではこっちが今、京が3400、天水が1400、長安になんとか4万5千っていう感じなんで、やべえなーって感じです。ちょっとこれは、天水を少し明け渡す覚悟でいないとダメかもしれません。間に合わねえだろう、これ。まあ、とりあえずちょっと、可否の戦いの方も見てみましょうか。もうほぼほぼね、国将軍が可否の城にたどり着いてるんで、余裕って感じですね、こっちは。いやー、なので大至急、ちょっと馬頭軍に対する対応を考えたいと思います。はい、すべての指示を終えました。まあ、とりあえず馬頭軍がこのターンで天水につくことはないと思うので、可否の戦争を見ていきたいと思います。まあ、このターンで決着つくと思うんで。いやー、ほんとどうしようかな。とりあえず天水とかその付近にめっちゃ武将は送りまくりました。家族のことを考えてみよう。信仰か？カンパー、やっと孫権が信仰を習得しました。芝居も信仰習得しました。突破、もう悪ガキはよせ。よしよし、あとは兵法を叩き出してあげて、そしたらもう終わりだ、カキの城も。うん、相手ばっかりだな。こっちも兵法出して、兵法兵法、弓の兵法兵法。微妙に残りましたね。70。正社を取得できます。はい、現象を覚えてきて。あ、倉庫が増援を覚えて戻ってきました。国将様、検定の職種が参りました。国将よ、そなたに王の位を授ける。これからも官のために力を尽くせよ。やった、ついに王になりました。はは、ありがたき幸せ。
国将が王に任命されました。国将軍の威勢が高まりました。国将への配下部署の期待が高まりました。いや嬉しいんだけどね。あ、久々の育成武将です。長傑が兵士、なんだこれ、全然読めない。なんとか沢を連れて国将のもとに現れた栄翔か。どんな能力でしょうね。統率がなかなかいい感じですね。統率と武力かな。てか全部有望抜群なんですよね。なんて優秀なんだ。オールマイティに強い武将がいいですけど、誰かな。オールマイティに強いとなると芝居、ちょっと武力が若干低めですけど、トータル的に言えば相当高いですからね。もしくは長傑か。いや、ここは芝居にしましょう。指導は任せた。バート君は我が軍の天才を狙って進軍中のようです。野戦でも十分に勝算があります。敵の出方を探る点はまず一戦させてください。本当か。今どうなってんだ。新たに聖兵からも来てる。めっちゃ攻められてる。これはきついぞ。正直勝てる気がしない。まあとりあえずちょっと他の都市の支持を得たらまた 見に行きたいと思います。はい、全ての支持を得ました。まあ可否の戦い見て倒したらすぐ馬頭軍の方に切り替えたいと思います。いやー、もう炎症なんと今どうでもいいわマジで。はよ倒して、はよ倒して、汽車だ汽車、はい終わった。はい、国将軍が可否を陥落させました。パチ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 。はい、5年目です。1パートでだいぶ落としたな。よーし、馬頭軍だ。どこまで来てる。今技法を聞くやつは頑張ってかけてるんですけど、まあ、やっぱ頭いいやつは聞かないんでね。あとまだまだ全然武将がたどり着かないんですよね、天水まで。はい、あとは探索で探してたのが、見つかりました。東洋。はい、断られました。はい、生徒付近で探してた超欲も見つかりました。はい、断られました。はい、育成イベントの続きですね。はい、石兵のコツを覚えました。なんか地略タイプっぽいな。石兵の兵を完全に体得しました。だがそんなことはどうでもいいんだ。今俺の戦いは天水なんだ。はい、あ、武将はだいぶつきましたね。25人よかった。でも兵がどうしようもできないんだよな。今日の方には10人か。あ、長安にも武将をたどり着きましたね。とりあえずこれで長安から少し出撃させることができます。で、漢中も届きましたね。ただ漢中この傭兵官が馬頭軍なんで、ここ倒していかなきゃいけないんで若干時間取られますね。くっそー、間に合うか。微妙な戦いですね。アホビみんな100人当たったか。はい、ちょっとそうですね、時間的にもちょうどいい感じなので今回はここで区切りたいと思います。今回は陳留、序南で受春、勝敗、可否と5つの都市をゲットしました。本当は北海まで行きたかったんですけど、ちょっと馬頭軍が攻めてきてそんな余裕はなくなりました。で、孫策軍の方もちょっと進展があって蔡宗をゲットしたのと効果をゲットしてましたね。で、今絶賛六甲付近でバトリ中ですね。炎翔がこの効果に攻めてる感じなのかな。で、それを孫策軍が防衛してる感じみたいです。そうですね、蔡宗は蔡宗で攻めてんのか。なるほどね、炎翔が攻めまくってるみたいですね。はい、で、馬頭軍が信頼関係だったのに、なんか他に攻めるとこがなくなったせいか国将軍に攻めてきましたね。で、聖兵からもめっちゃ見ての通り1万5000、3万5000、5万、6万、7万5000出してきて、で、 V からも3万5万6万5000、7万5000、8万5000、9万5000とめっちゃ大軍を送り込んできてます。それに対して天水はなんとか徴兵で今増やしたんですけど9707で、今日から徴兵した
兵を1万輸送してなんとか2万近くですねという形なので、次回もしかしたら諦めて天水を明け渡すかもしれませんが、なんとか馬頭軍と戦っていきたいと思います。ちょっとね、外交して一時撤退してもらう手という手もなくもないんですけど、なんかね、もう攻めてきた馬頭軍こっちも逆に攻めたかったんで、もう上等だよって形で、もうまずこの漢中の上にある陽変化を落としたりでね、天水をなんとか防衛できたら、たとえできなくてもずっと邪魔だったこの聖城も落としてやったりと、馬頭軍との戦いも本気でやっていこうと思います。はい、といった感じで今回はこれで終了になります。ご視聴ありがとうございました。